名前はカメガネ。そのマイコン何？80年代の初期でマイコン言うな。やべえ。メーカーごとにパソコン全然違ったんですよ。今のように Windows とか Mac とか統一されてなくて、でそれをみんなメーカーごとにパソコンが違うんだったら困るんじゃないかということで、今年で30周年か。いやどうしたの。いや MS が一番面白いよね。キラキラ。それトラック違うよ。うん。でもあれだ。本当に。アラティティアーズ夜のテーマにした。デラは絶対許さない。赤白で指してるんだったっけ。アスキーとマイクロソフトがとりあえずこういう企画、決まりを作ってみんなでパソコン作ってくださいということで、いろんなメーカーがパソコン作ったんですね。その同じ企画、同じ機能を持った。ただそのためにちょっと性能が悪くてですね、他のパソコン持ってる人からバカにされる存在だったんですね。あ、MSX 性能が悪いじゃないと。あとこういうカセットのタイプのゲーム機ですぐに遊べるっていうのが売りだったんですけども、まずプラグ&プレイなんですけども、ファミコンと変わんないじゃん。いいねー。ちょっとフラッと分かりづらいんですけども、ここに電車スライダーっていう機能がついてて、これをスライドするとファミコンの連射ボタンみたいに A ボタン連射してくれるんですよ。そんなの普通のゲーム機でもないっすね。なんでパソコンに連射機能いるんだろう。そりゃそうだ。不思議にならない。ただで、ここは悪魔城ドラキュラなんですけども、自分が MSX 買ってもらって、で電気屋のおじさんが、まあ、カセット1個だけじゃつまんないだろうって、いくつか貸してくれたんですよ、電気屋のおじさんが。その中の1個が悪魔城ドラキュラで、少しの自分はゲームは何もかも初めてで、悪魔城ドラキュラってこの一面のヴァンパイアキラ、ちょっと話が出たんですけど、ヴァンパイアキラっていう曲がなんか衝撃を受けたんですね、小さい子供ながらに。なんかすげえかっこいい曲だと。で、このゲームなんですけども、まあ、ファミコンの悪魔城ドラキュラの1ヶ月後に出たんで、なんですけども、画面スクロールする機能がパソコン自体にないんで、こういうゲームですね、なんか、切り替わりみたいな感じで。こういう仕組みなんですよ。そのためにファミコンみたいにですね、こうアクション性がちょっと低いんですけども、その代わりになんか鍵があって、鍵で宝箱を開けたりで、こう探していくっていうなんかアドベンチャー要素が探索系です。強くなった。昔の好みっぽい、そういうの。なったんです。で、自分当時うまい、かっこいい曲だっていうのでやったのはいいんですけども。壁の中に鍵があるっていうことを分からなくて説明しなかったんで、でこの白い鍵を取ると、あ、そうです、扉が開くんですね。今ちょっと今次の画面が扉なんですけども、分かってるね、分かってるね、まず上に上がる、分かってるね。でこういうふうにまあマシマシに見えるんですけども、これうまいっすよ。やたらうまい。いや、いや、いや、自分はこの一面しかずっと遊べなかったんですよ。一面はうまいとかそういう感じなの。いや、今はクリアした。いやでしょ、未だに一面しか、30年経って一面しかまだクリアできてない。ダメでしょ。一面に四面要素があるんだ。こういうゲームなんですけども、とりあえず自分が一番最初にゲームを始めた。うめぇ。よそ見しながらうまい。悪魔城ドラキュラなんですけど、店員じゃなくて名人なんじゃないの。下もこのゲームやり込んでるな。答える必要ない。ありがとうございました。いっぱいあるな、鍵。とりあえず、まあ、一面だけクリアしておきますか。クリアしときますかって、クリアできるものなんだ。なんかファミコンにないんですけど、なんか長靴っていうアイテムがあって、それを取るとなんか足が速くなったりとか。それドルアガじゃねえか。ちょっとだけ速くなって、なんかこうアクション的にはファミコンにかなわないんで、なんとかしてこう面白くしようっていう好みの頑張りがちょっとわかるんで、当時のね、当時のコナミの、コナミ頑張ったね。左から出てきたのにまた左に戻るのはなんか違うんで。アウトだな。繋がってないんだもん。どういう風だ。よくわからない。多分アクドラキュラの城だから異次元なんですね、多分。そんな説明でいいんだ。で、この砂時計ってファミコンにもある
アイテムなんですけども、MSX さんですね、ボスも全部止めちゃえるんですよ。ええボス止まんの？ダメだ秒殺秒殺だ秒殺だ一気に一気にフラッシュストッパーよりひねえフラッシュストッパーよりひねえだゲーム性ボロボロじゃねえかひどいゲーセン版もそうですからひどいいやいやいやそうだけどもう何とかして、ね、面白くしようとしたんじゃないんですかこれすごいな次でも時は飛んだいや貴重なおこもりがいやー面白いあかっこいいせーがーちげえよいやフラッシュストッパーいいな512ミリのバイクもあるそれ6月やん壊れたかお壊れたお壊れたねやべえおっとなんかエラーが出るぞ潰れて見えねえっていうこれちょっとまあさっきの強口みたいなその画面なんですけどせーがーじゃあ違うMSX ドスのこれダメダメファイヤーってすごい久しぶり SD カードスロット SDHC とかちょっとですねあのちょっとゲームのミュージックと別なんですけどこれ2年くらい前に外人さんが作ったこのしょぼいパソコンに SD カードをさせるようにするっていうもう MSX じゃねえじゃんさっきの98もそうだけど SSD 積んだ98ってなんだよってそこら辺のパソコンですよそうしてて維持できないってだって見た目ジムなのに中身ニューガンダムみたいなもんじゃないサイコフレーム積んじゃったちょっと今からね。おお、かっこいい。MMDSP みたいな。わあ、何これ。MMDSP を知ってるのはすごいよね。これがですね、このファミコンのドラゴンスラッシュ。ああ、はい。この曲今流れてるのは自分の MSX でファミコンの曲をカセットテープで録音してそっくりに MSX で再現したデータなんです。わあ、すごい。打ち込んだってことだよね。打ち込んだ。で、これすげえ。打ち込んでこんなそっくりになるもんな。なるんですね。で、このドラゴンスレイヤー4はうちは MSX 買ってもらったんでファミコン買ってもらえなかったんですね。で、親戚家に行って夏休みとか親戚家に行って一日中ファミコンやるのがちょっと楽しみだったんですけども友達家で親戚家でやったこのドラゴンスレイヤー4の曲やっぱりその頃まだ子供だったんでゲームミュージックとは何ぞやってよく分かんなかったんですけどもなんかこのゲームすげえ曲いいんだけどで、一番好きで気に入ったのが、このメイヤっていう、このゲームなんですけども、家族がドラゴンを倒すパズルゲームなんですけども、キャラクター選べるんですね。で、メイヤっていうお母さんの曲なんですけども、この曲がなんかすごい小さいうちの私の子供の頃に衝撃を受けて、ずーっとお母さんのエリアだけひたすらと遊んでました。また飛んだこれ、ファミコンなんですけどもあったのよおっ素晴らしい素晴らしいギャラが素晴らしい今のギャラが超素晴らしいあ、失礼でした一応ですね、これはこのパソコンの一応が出てましておぉ2つバージョンが出てるんですねちょっと内容がちょっと違うんですけどもドラスレドラスレ、MSX はまず2番この MSX もあのプレスが1、2、34みたいになったようにバージョン違いがありましていろいろと2つ出てるんですねへぇー死んじゃったあ死んだ死んじゃったあ死んだそっか店員さんも打ち込みしてたもんね20年前あれあれ早いですか早いこれはうちの番組ああさっきのおさっきのアキラでマルトお前なんか見たことあるけどドラゴンと戦ってるなるほど最後最後お小さいセーガー違う違うニュース2だグラニーあーグラス2だグラス来たコーナーミスト SCC 音源がなんか調子悪かったんですよねなんかラムのリセット調子悪かったらこれあるから大丈夫だよカセットテープカセットテープあるから大丈夫でで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 空中戦大好き前から後ろから両刀使いだ前から後ろからとかもだってスロットが上と後ろなんですよこれなんですけども
ちょっとこう、まあ、資料をお持ちしました。出た、フリップ、フリップ系。いや、ちょっと皆さんにこう、まあ、レジュメ重たると思うんで、後で回収しますけども、ちょっとだけお渡ししますんで。ライナーノーズですね。これなんですけども、MSX って初期の頃はファミコンより音がしょぼかったんですね。で、コナミがカセットの中に音源チップを搭載してMSX の音を良くしようっていう開発しまして、ちょっとお渡しした紙、まず右に書いてあるんですけども、この SCC っていう音のチップなんですけども、それの誕生秘話がちょっと書いてあるんですけども、当時のコナミにはアイディアノートっていうのがあって、それにこう、こうしたらいいんじゃないか、まあ、改善提案書みたいな、はい、それをに MSX は音がしょぼいから何か音のチップを乗せて音を良くしようって言ったら、当時の会長だから光月影正、まあ一部の人からはこう顔が死ねそれを見て赤丸をつけて採用になったの。だからその頃、まあ今ね、コナミはこう小島監督がこうひどい目にあって辞めたりとかですね、ボロクソに言われてますけども、その頃はまだ社長も会長も人の心があった先ほどに渡した紙の左側がグラディース2のこのゲームの説明書の1ページ目なんですけども、まあ、初めにってあって、まあ、不滅のシューティングゲームとして大人気を博しているグラディウス、そのグラディウスのベースにストーリーを発展させ内容を大幅にグレードアップしたものがここに完成したグラディウス2ですか。でこれ出た時なんですけども、このパソコンにグラディウスの一番最初のやつは出たんですよ。でゲームセンターではサラマンダが大ヒットしていた。その後 MSX でもサラマンダ出してほしいというハガキがコナミにたくさん届いたんですけども、コナミはいや普通にサラマンダ出しただけじゃダメだと、これはオリジナルの MSX だけのグラディウスの新作を作るべきだと、会議でこういろいろと議論を交わして作ったということがこの8メニューというところに書いてあります。で一番最後にですね、まあでその頃 MSX っていうのはバージョンが上がった MSX2 っていうのが出てたんですけども、まああえてたくさんの人に遊んでもらうために、あーいい空中戦、MSX1 用に一番最初のバージョンがあるというで、一番最後の表に書いてあるんですけども、そこで気になるグラフィックはというと MSX2 ソフトと間違うほどの高品質、さすがにそこまでではないんですよ。そこまでではない、当時としてはこれ革命的な美しさではあったよ。最後にですね、コナミだから可能ですと書いてあって今日3人目のおしっこちびやけ、何人ちびってたっけよ。今日はみんなちびりまくり、俺の純血はコナミに捧げてもいいというくらいしないと思いまして尿漏れになっちゃう。エネミースロー。でですね、今回今日持ってきたロゴなんですけども、変わったバージョンでして、店頭用のデモバージョン、ちょっとおっ、ただ面の順番が違って3面までしか入ってないんですけども、はい、店頭用なんで。ただオープニング始まる時の演出がちょっとだけ違うんですね。お違う、お違う、おー、ちょっとかっこいい、これだけ、これだけなんですいいじゃん、いいじゃん、すごいすごい、いいじゃん、マクロス、マクロスっぽい、いや、やっぱこの空中戦大好き、あーいいなあ、いいな、乙女ニュースでアレンジパック出ましたよね、この曲ね。で、まあ、時間が行く限りちょっとこれをやって、あと1分、あと1分ありますんで、一面クリアまで行きましょう、一面クリアまで。おー1分、まあ、一面クリアまで、死ぬか一面クリア、アレンジパック、死ぬ、死ぬ、死ぬ、店員さん、これでネタラスト、ネタ、とりあえずで、これ本当に2面なんですけど、あ、2面だけど1面になってんだ、サンプル版ではなんか1面に来てるんですね。で、まあ最後まで遊べないんで説明すると、2面、6面、3面の順番で入ってまして、へえ、やたら難易度高いところばっかり入ってるな。で、3面の最後の壁が壊れないようになっててそっから先は勝ってねっていう、そこで必ずゲームオーバーするんですよ。
葉になるようになってるんで、ね、続きはあの家とか勝手とかそういうのないんだ。本当だったらね、例えば何月何日発売